こんにちは、山瀬のホリベです。今山瀬には IC ベルリンさんのですね、コレクションがね、いっぱい揃っています。で、今ちょっとね、この期間をお借りしていろいろね、見させていただいています。で、今日はですね、この IC ベルリンの新製品の中から IC ベルリンの池田さんに、商品をね、紹介していただきたいと思います。IC ベルリンジャパンの池田さんです。どうぞ。こんにちは、IC ベルリンジャパンの池田です。はい、今回山瀬さんに IC ベルリンのですね、コレクションをもうほぼ全てお貸し出しさせていただいてまして、紛失みたいになってるね、今ね、はい。そうですね、もうほぼほぼポップアップショップみたいな感じになってるので、ね。はい。よろしくお願いします。で、今日は僕、車好きなんで、ちょっと一番注目株っていうか、ベンツと、IC ベルリンさんのね、コラボレーションのモデル、ちょっと紹介していただきたいんですけど、よろしくお願いします。はい。今回ですね、ドイツのブランド同士のコラボレーションということで、ベルリンが生んだシートメタルのアイウェアブランド、IC ベルリンと、皆さんご存知のメルセデス・ベンツのですね、コラボレーションしたサングラスコレクションが誕生しました。はい、山瀬さんでもですね、もうすでにご紹介していただいてるんですけれども、このモデルとかはもう動画でね、アップしています。そうですね。はい、MB シールドですね、これはね。はい。これもいいです。これこう、なんかこうシンプルなデザインなんだけど、よく見ると、すごくね、こう、なんていうのかな、造形美っていうか、うん、そういうのありますよね。そうですね。結構そのシートメタルの折り返しの仕方、ですね、ええ、いろいろ工夫することで、必要最小限のパーツだけで組み上がっている、うん、シールドのサングラスになります。うん、そうですね。で、こちらのシールドサングラスって自分の経験上こう歪みが出たりねしてたんで、すごくこれ歪みが出ないなと思って、後でね池田さんに聞いたらこれツワイスのレンズ使ってるってことで、ああ、なるほどと思いました。うん、なんか割とそういったシールド系の広い素材であってもしっかりした、ツァイエスのですね、メーカーのレンズを使ってますので、ね、はい、ちゃんとした綺麗な視野も、うん、確保できていると思います。そうですね。で、今回のこのコレクションは4型あるんでしたっけ。これと MB01 と5型ですね。 5型ね。あ、そうです。 MB01、02、03、 そして AMGちょっとこのシールとかね、はい。はい。じゃあ MP01 かけてみようかな。これが MB01 ですね。はい。どうでしょうか。MB01 かけてみました。いかがでしょうか。かっこいいですね。この MB01 は、スクエア系の、ツーブリッジのデザインなんですけれども、割とそんなに大きすぎないデザインで、割とその下にかけていただけるかなと思います。うん、で軽くてかけやすい。で、やっぱりね、レンズがね、やっぱり楽なのね。で、これもやっぱりツワイスのレンズ使ってるんだよね。そうですね。うん、機能性の部分まで、こう、行き渡ってるなという感じがします。はい。そうですね。メタルのフレームがクロームじゃないものですね。ブラックですとかグラファイトですとか、そういったものの、に使われているサングラスのカラーですね、うん、その2色に関しては本当にもうドライビング専用の、に作られた特別なデザイン、レンズが使われてますので、非常にかけていて楽に運転していただけると思います。そうですね。 MP02 がちょっと小ぶりな、僕たちはあれなんですね、昔こうメガネ業界に入ったときはナス型って習ったんだけど、今ティアドロップっていうのかな。今そうですね、ティアドロップっていうふうに言われることの方が多いかもしれないですね。で、さっきもそうなんだけど、ツーブリッジね。これはいいね。このツーブリッジはやっぱりかっこいいなと思います。そうですね。はい、先ほどの MB01 と比べると、もう柔らかいカーブが、使われてますので、うん、男性がかけてももちろんなんですけれども、女性がかけていただくこともできるのかなと思います。うん、そうですね。とてもいいと思います。こういうの女性もね、かけてもらいたいと思います。で、MB03。で、これが03。はい。ですね。この MB03 は、メタルのこのサングラスの中でも一番大ぶりな。ああ、大きいですね。ここまでね、隅までありますね。はい。
まあ、少しブリッジの部分の形がですね、特徴的だったりするんですけれども、まあ、ただその全体的には割と正統派のブリッジのスクエアのサングラスのデザインになってますので、まあ、サングラスっていう感じがしますよ。そうですね、はい。で最後にこの AMG ねモデルになりますかね。でこちらを見てみましょう。AMG。じゃあまずブラック。はい。これいいですね。AMG のこのラバーがちょっと特徴ですよね。ここなんかフロントのグリルのデザインがモチーフになってるんですかね。そうです。AMG の車のフロントグリルですね。フロントの部分のに使われている、まあ、よく使われているデザインパターンを、このブリッジに使われているラバーにですね、まあ、そのまま、生かしてデザインされてまして。そうですね。まあ、そういったのも特徴の一つですね。色違いもこうかけてみました。で、あと、そうですね、これが、僕はね、この色が一番好き。最後にこのかける色ね。ああいいですね。いいと思います。はい、おすすめですね、はい。あと細かいところで言うと、ラバーの上の部分ですね。うん、上から見たときに。ああ、上から。はい。そこの部分にですね、はい、ストライプの、また違う色のストライプが入ってまして、そういったアクセントカラーっていうのも、まあ、AMG の車に使われてるカラーリングを、はい、採用してる。いろいろこだわりがあるね。で、あと、このデザインもあれだよね。特別デザインなんだよね。このテンプルのデザインもね。そうです。このモダンの部分の素材にもラバーが使われてまして、このテンプルデザインは、このコラボレーションのためだけに作られたデザインです。そうですね。で、普通、こういった名前がついてるっていうのだと、名前だけつけるっていう形が多いんだけど、これは本当に、ベンツのスタッフと IC ベルリンのスタッフがコラボして、本当の意味で作ったんですよね。そうです。もうこれが発表するまでに2年ぐらいの歳月をかけてまして、本当に IC ベルリンのデザイナーと、メルセデス・ベンツのデザイナーが、タッグを組んで、はい、機密に連携してデザインしたと。そうですね。コレクションです。そして、ツワイスのレンズ。ドイツ、ドイツ、ドイツ。トリプルドイツですね。はい、あ、3ポインテッドになってるんだね。はい。そうですね。まさにそうですね。これはすごくね、もう、ベンツ乗ってる人ってもう、出なくても欲しくなると思いますよ。これは掛け心地もいいし、本当に見え方もすごくいい。うん。すごく気に入っています。はい。皆さんにもね、体験していただきたいと思っています。まあ、しばらくちょっと、この IC ベルリン全体のこのコレクションをね、体験させていただく機会がありますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、池田さん、今日はありがとうございました。はい、それこそありがとうございました。またよろしくお願いいたします。では、また失礼します。はい。